と思います。今日のルーティンはこの肩の位置から二の腕全体、そして大胸筋も少し鍛えられるようになっていますので、ぜひ定期的に行って綺麗な上半身を一緒に作っていきましょう。それでは早速始めていきます。はい、ではまずは腕を大きく回して軽くウォームアップから入っていきます。はい、では横に広げて後ろ回しに細かく円を描いていきます。肩の力をしっかりリラックスして、はい、では腕を少し下げて後ろに閉じていきます。上ら辺が効いてるのを感じながらやってみてください。はい、では前で腕を閉じて上に押し上げていきます。しっかり肘もね閉じて行うのがポイントです。アップ。はい、ではこのままプランクの姿勢になって肩タッチ、そのままで伸ばす
肩あたりがね、ぐっと下に沈めることによって伸びていくのが感じられると思います。はい、皆さんお疲れ様でした。たったの4分でしたけれども、この腕回りから肩、また大胸筋のあたりが少し鍛えられたの感じられましたでしょうか。腕はね、少しでも鍛えてあげることによってこの肩のラインもしっかりと出てきますので、ぜひ継続的に行ってみてください。ぜひいいねボタンとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。そして私のオンラインフィットネスコミュニティでは今メンバーの B クルーを大募集中です。 Zoom を使ったレッスンだったり、コミュニティの中でのトレーニングだったり、他の分野のレッスンが受けられたりする特典がいっぱいございますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。